アフターコロニー196年クリスマス、マリーメイヤ軍が地球圏統一国家大統領府を占拠した。降り続く雪の中、たった1年間の平和は終わった。そして現状で唯一の対抗勢力であるプリベンターはあまりにも微力であった。私の城は完璧となりました。不思議に思いませんか？兵器のない平和な世界になぜこんなシェルターが必要なんでしょうか？例えるなら、歴史というものは終わらないワルツのようなものです。戦争、平和、革命の三拍子がいつまでも続く。ですが、私の戴冠式とともに歴史は変わります。アフターコロニー196年、この年の終了と同時に、私は地球圏の頂点に立ち、新しい時代の到来となるのです。ゼクス、ブリュッセル大統領府はシェルターシールドを敷いています。中央突破は無理です。無理は承知だが、これぐらいのことをしないと誰も立ち上がることをしない。誰を待っているのですか？平和を望む者たちだ。このままマリーネイヤを許すような地球ならば、第2のミリアルドピースクラフトを生み出すことになる。新たな秩序に対して無駄な抵抗をする愚かな者たちがいる。ここに流されるであろう多くの血はどれほどの意味があるのか、よく考えてみることだ。じいちゃん、戦争はもうやらないんじゃないの？そうだよ。じゃあどうしてあの人たちは戦争しているの？世間にはお前みたいに聞き分けのいい子ばかりがいるわけじゃないのさ。だが民衆は聞き分けが良すぎる。マリメイヤに反抗する者が少なすぎるのではないか。私は逃げていました。お皆さん、この映像を見て恐れてはなりません。平和は誰かから与えられるものではありません。自分自身。いつまでお座りしているつもり？何？マリーメイヤこそあなたたちの待っていた新しいご主人様よ。さっさと尻尾を振って迎えに行ったらどう？俺たちを犬呼ばわりするのか？あら、言い間違えました。訂正しますわ。あなたたちはご主人に尻尾を振る犬ではなく、犬に振られる尻尾なのよ。言わせておけば。これでも俺は1年前の戦争で5機のモビルスーツを落とした男だ。まあ、どこにそんな男がいるというの？私の知っている男たちは墓の下か、あそこにしかいないわ。平和は誰かから与えられるものではないか。我々は間違っていたのかもしれん。そうだな、わしらは戦うべきだ。武器を持たずに戦うべきだ。それが生き残った俺たちの責任か。わしらはやっと手にしたこの平和にわしら自身が値することを証明しなければならん。この自由にふさわしいことを確かめねばならん。よし、俺は行くぞ。大統領府へ、リリーナ様のところへ。今からか？そうだ。どうやって？なんとかなる。わしも行こう。手遅れかもしれんが、何もせんよりはマシだ。俺も行くぜ。一緒に行きたいものはついてこい。よし、俺も付き合うぜ。俺も行くぞ。俺も。俺たちも行こう。俺たちも立ち上がる時が来た。今から間に合うか。俺たちは貴様たちなんかに従わないぞ。戦争はもうごめんだ。俺たちの平和は俺たちが守ってみせる。アフターコロニー197年、
人々のもとに平和は戻った。そしてその後の歴史の中でガンダムを含むモビルスーツという兵器の存在は二度とその姿を現すことはなかった。